道の駅に行こう。場所はここです。今日は石川県豊洲郡能登町にある道の駅桜峠に行きました。道の駅桜峠、道の駅桜峠は石川県豊洲郡能登町地頭目にある石川県道57号内浦柳田線の道の駅である。1996年平成8年9月13日石川県が整備した桜峠ポケットパークの一角に当時の柳田村が特産物販売所道の駅桜峠ポケットパークを開設。翌年に道の駅として登録された。駅名は付近の桜峠にちなむ。開業時からの施設が手狭だったことから2016年平成28年に施設をリニューアル。同年3月25日にオープンし、建物の広さを2倍にしたほか、店内の座席数をこれまでの10席から2倍の20席に拡張している。それでは道の駅桜峠までの動画をご覧ください。
ね、雪ね、こう通れるようにこう。あれ、すれ違いちょっと大変だよ。だってまだこっちがもうちょっとあるからな。それはこっち寄っちゃってるから。これでも寄せたんだろうね。ああ寄せたんだ。これ道路半分下がっちゃった。開いて。ちょっと。車痛かった。ちょっとずつだって当たっちゃったかもしれないし。Nice.
ちょうど峠が、何峠だか分かんないけど書いてある。道の駅桜峠に到着いたします。道の駅桜峠到着いたしました。これか、記念撮影。店内の様子をご覧ください。ここで一息ティーブレイク。ファンに愛されるアットホームな道の駅です。店内には能登人の優しさがたっぷり詰まったの特産品が数多くあります。
能登町の思い出にお土産を買うことができます。ブルーベリーソフトと揚げたてカレーパンはお店の一押しです。また元の観光パンフレットも置いてありますので、情報収集にも活用してください。休憩に、買い物に、食事に、ぜひ道の駅桜峠ホット石川旅ネットさんの紹介文です。また来ますね。エンド。